皆さんお母さんのことを何ておおっしゃいますかお母さん以外にですね例えば学校の先生とかに自分のお母さんのことを表現する時に母って言いますよねところがその母がですね音声学音韻論的に、えー、遡っていきますと実はパパであったというこういうことが明らかになってきます。ハヒフヘホバビブベボですね でところがこれ「静音と濁音」というふうに学校で習いましたよね「静音濁音」っていうのは「静音に点々をつけると濁音になりますよ」っていうふうに学びましたところがですね「かきくけこ」「がりぐけこ」これも「静音と濁音です」ですで今皆さんですね声を出してください「か」ですねでもう一つ「が」です音と濁音の原則は 口の形が全く同じであるということが必要になります音声学的にはこういうルールがありますさしすせそざじずぜぞたちつてとだじずでども同じですところがはひふへほばびぶべぼは口の形が全く違いますはは唇が全く合いませんばは唇が合いますこういうふうに全然違うんですね もう一つ、この濁点に関して不思議に思ったことありませんか。なに点ん,てんとかですね、まに点ん,てんってないんですよね。なぜでしょう。説明できますか。これはですね、音声学的に言うと、無声音と有声音という概念に置き換えられます。声音というふうに言ってるのは無声音。で、濁音というふうに言ってるのが有声音になります。で、かは無声音、がが有声音ということなんですね。さとざも同じです。 マは有声音ですのでもうそれ以上有声音ができないですねですから点々が作れませんで、カに関してはカとガというふうに無声音と有声音の対応が可能になりますマはできませんではハヒフヘホとバビブベボはどうなのかこれはですね口の形が全く違いますから、えー、バビブベボに対する声音はハヒフヘホでは実はないんです バビブベボに対応するのはパピプペポになりますですから母は昔はありません昔はパパでした